1. マイナ保険証を取り巻く現状と影響。医療機関での受診時に使用する健康保険証について大きな変更が予定されているのをご存知でしょうか。この変更は私たち一人家族との生活に直接関わる重要な出来事となります。特にご家族の健康管理を担われている方々にとって見過ごすことのできない内容となっています。まず従来の健康保険証が本年2024年12月2日から新規発行を停止することが決定しました。これは医療機関での受診方法が大きく変わることを意味しています。私たちが長年慣れ親しんできた保険証の形がいよいよ大きな転換期を迎えようとしているのです。この変更により2025年12月1日までには全ての方がマイナ保険証か資格確認書のいずれかに移行する必要があります。このような大規模な制度変更が行われる背景にはデジタル社会への移行を推進したいという政府の意向があります。しかしこの変更に対して多くの方々が戸惑いや不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。特に日々の診療や治療に通われている方々にとってこの変更が及ぼす影響は決して小さくありません。例えば高血圧や糖尿病などの慢性疾患で定期的に通院されている方、あるいはお子様やご高齢のご家族の通院に付き添われている方、このような方々にとってスムーズな受診ができるかどうかは切実な問題となります。また突然の体調不良で急な受診が必要になった場合でも安心して医療機関を利用できるのかという不安もあるでしょう。実際医療機関の窓口ではすでにこの変更に関する案内が始まっています。待合室の掲示板やカウンターには新しい制度についての説明ポスターが貼られ始めているのをご覧になった方も多いのではないでしょうか。この変更は単なる保険証の形態が変わるということだけではなく私たちの医療機関での受診の仕方そのものが変わることを意味しています。ある意味でこれは戦後から続いてきた日本の医療制度における大きな転換点と言えるかもしれません。しかしこの変更によって私たちが受けられる医療サービスの質が下がることはありません。むしろデジタル化によってより効率的で便利な医療サービスを受けられる可能性が広がっているとも言えます。ただしそのためには私たち一人家族がこの変更の内容をしっかりと理解し適切な準備を整えておく必要があります。特に注目していただきたいのはこの変更に対応するための期間が限られているという点です。約1年という移行期間は一見長いように感じるかもしれません。しかし全ての国民が対応を迫られる大規模な制度変更としては決して余裕のある期間とは言えないでしょう。 2. マイナンバー制度について。マイナンバー制度がどのような経緯で私たちの生活に導入されたのか振り返ってみましょう。この制度は2016年1月からスタートしました。当時行政手続きの簡素化やより便利な社会の実現を目指して導入されたのです。制度開始から8年が経過した今私たちの生活にどのような変化をもたらしているのでしょうか。マイナンバー制度の主な目的は大きく分けて3つありました。1つ目は税金に関する手続きの効率化です。2つ目は社会保障制度の利便性向上です。そして3つ目が災害時の迅速な支援体制の確立でした。これらの目的を達成するため政府は様々な施策を展開してきました。その中でも特に注目を集めたのがマイナポイント制度です。マイナンバーカードの新規取得や健康保険証利用の登録をすると最大2万円分のポイントが付与されるという取り組みでした。このポイント付与の政策は多くの方々の関心を集めることに成功しました。実際通信大手の KDDI が実施した調査によるとマイナンバーカードの申請理由としてマイナポイントの取得を挙げた方が 36.3% と最も多かったのです。しかしこのポイント制度は一時的な普及促進策に過ぎませんでした。より重要なのは制度本来の目的である行政サービスの向上です。例えば確定申告の際の手続きが簡素化されたり年金の手続きがスムーズになったり児童手当の申請がオンラインで完結できるようになったりと実際の効果も現れ始めています。ただし
こうした便利さの一方で課題も浮き彫りになってきました。特に高齢者の方々にとってデジタル機器の操作に不安を感じる場面が多いことが指摘されています。またシステムの不具合によるトラブルも時折報告されているのが現状です。さらに個人情報の取り扱いに対する不安の声も依然として根強く残っています。このような状況の中で政府は制度のさらなる普及を目指し新たな施策を打ち出しています。その一つが今回の健康保険証のデジタル化なのです。しかしここで立ち止まって考えてみる必要があります。確かにデジタル化による利便性の向上は重要です。ですがそれ以上に大切なのは私たち一人カズトが安心して利用できる制度であることではないでしょうか。現在の普及率を見てもまだまだ国民全体の理解や信頼を得られているとは言えない状況です。特に医療に関する個人情報を扱う保険証の機能についてはより慎重な検討が必要かもしれません。ただしこれは決して制度自体を否定するものではありません。むしろより良い制度となるよう私たち利用者の声を反映させていく必要があるのです。そのためにもまずは制度の仕組みや現状をしっかりと理解することが大切です。この制度が目指す未来と現在直面している課題。3. マイナンバーカードのメリットとデメリット。マイナンバーカードを実際に利用する際の利点と気をつけるべき点について詳しくお話ししていきましょう。日常生活での利便性について見ていきましょう。マイナンバーカード1枚で身分証明書としての機能を果たすことができます。運転免許証をお持ちでない方にとって特に重宝する機能と言えるでしょう。またコンビニエンスストアで住民票や印鑑証明書が取得できる点も大きな魅力の一つです。区役所や市役所まで足を運ぶ必要がなく、お近くのコンビニで必要な証明書が手に入れられるのです。さらに確定申告の際にも活用できます。自宅のパソコンから e-tax を利用する際、このカードがあれば手続きがよりスムーズになります。しかしながらこうした便利な機能がある一方でいくつかの課題も指摘されています。特に医療機関での利用に関して様々なトラブルが報告されているのです。全国保険医団体連合会が実施した調査によると実に興味深い結果が明らかになっています。41都道府県の1万を超える医療機関から集められたデータによると、最も多かったトラブルは保険者情報が正しく反映されていないというものでした。なんと全体の 66.3% もの医療機関がこの問題を経験していたのです。次いで多かったのがカードリーダーやパソコンの不具合による読み取りエラーで 48.4% の医療機関が経験していました。これは決して小さな数字とは言えないでしょう。実際にある患者さんからこんな体験談が寄せられています。いつも通院している病院で保険証を忘れてしまい、代わりにマイナンバーカードを提示したところ、なんと保険証とセットでないと使用できないと言われたそうです。本来マイナ保険証の利用登録をしていればカードだけで受診できるはずなのですが、理由を尋ねると保険証のデータが読み取れないという回答だったとのことです。このようにせっかくの便利な機能が現場では十分に活用できていない実態が浮かび上がってきます。またセキュリティ面での懸念も無視できません。カードの紛失や盗難のリスクは常に存在しているのです。もしカードをなくしてしまった場合、すぐに必要な手続きを取る必要があります。さらにカードには有効期限が設定されています。更新の手続きを忘れてしまうとせっかくの機能が使えなくなってしまうのです。特に気をつけていただきたいのが行政側のミスによるトラブルです。例えばコンビニで証明書を取得しようとした際に他人の情報が印刷されてしまったケース、また本人が希望していないのに勝手に健康保険証の機能が紐付けられていたというケースも報告されています。こうした事例を聞くと自分のカードは大丈夫だろうかと不安になる方も多いのではないでしょうか。実際令和6年6月時点で登録解除の申請が相次いでいる自治体も出てきています。ご自身の情報が正しく管理されているか一度確認してみる価値は十分にあるでしょう。
市区町村の窓口や加入している保険組合に問い合わせることで現在の登録状況を確認することができます。このように便利な機能がある一方で、まだまだ改善の余地が残されているのが現状です。これらの課題は決してマイナンバーカードの価値を否定するものではありません。私たち利用者の声を反映させながら、より良い制度へと育てていく。4、医療機関での具体的な受診の流れ。実際の医療機関での受診の流れについて具体的にお話ししていきましょう。受付で保険証を提示し、待合室で順番を待ちます。初診の場合は問診票に必要事項を記入していただくことになります。この流れは長年変わることなく続いてきた、誰もが慣れ親しんだ光景ではないでしょうか。ではマイナ保険証を使用した場合はどのように変わるのでしょうか。まず受付に置かれたカードリーダーにマイナンバーカードをかざします。するとオンラインで保険資格の確認が行われます。これにより保険証の有効期限切れや資格喪失などのトラブルをその場で防ぐことができます。また薬の重複処方や併用禁忌薬の確認などもシステム上で自動的にチェックされます。ただしここで注意していただきたい点があります。医療機関によってはカードリーダーの設置が間に合っていない場合があります。またシステムの不具合で一時的に利用できない場合もあるのです。そのため特に初めて受診する医療機関では事前に電話で確認することをお勧めします。次にこれから普及が進むと予想される資格確認書での受診についてお話しします。資格確認書は従来の保険証に代わる新しい証明書です。見た目は紙の証明書ですが、そこには QR コードが印刷されています。受付ではこの QR コードを専用の機器で読み取ることで保険資格を確認します。操作自体は従来の保険証の提示と大きく変わりません。ただし資格確認書にも有効期限が設定されています。最長で5年となっていますので、更新時期には注意が必要です。では具体的な受診シーンを想定してみましょう。例えばかかりつけ医での定期的な診察の場合、従来の保険証であれば慣れた手つきで受付に提示するだけでした。マイナ保険証の場合はカードリーダーへの置き方や暗証番号の入力が必要になる場合もあります。資格確認書の場合は QR コードが汚れていたり破損していたりしないよう丁寧な取り扱いが求められます。特に注意が必要なのが急な体調不良で受診する場合です。従来の保険証は財布やお薬手帳と一緒に保管している方が多いのではないでしょうか。しかしマイナンバーカードは普段あまり持ち歩かない方も多いかもしれません。その点資格確認書は保険証と同じように携帯しやすいという利点があります。また休日や夜間の救急受診の場合はどうでしょうか。システムトラブルのリスクを考えるとマイナ保険証だけでなく資格確認書も携帯しておくことをお勧めします。さらにご高齢の方やお子様の受診に付き添う場合も想定してみましょう。従来の保険証であればカバンに入れておくだけでよかったものが、マイナ保険証の場合はカードの取り扱いや暗証番号の管理など新たな配慮が必要になります。このようにそれぞれの証明書には特徴や注意点があります。ご自身の生活スタイルや受診パターンに合わせて最適な方法を選択することが大切です。また複数の方法を組み合わせて使用することでより安心な受診が可能になるでしょう。医療機関での受診は私たちの健康管理に欠かせない大切な機会です。 5. マイナ保険証の登録解除について。実は2024年10月末からこの登録解除の受付が始まることをご存知でしょうか。安心していただきたいのはこの解除手続きが想像以上に簡単だということです。手続きが複雑なのではないか、専門的な知識が必要なのではないか、そんな不安を抱かれている方も多いかもしれません。しかし実際の手続きはとてもシンプルです。具体的な手順をご説明しましょう。まず最初に言っていただくのはご自身が加入している医療保険会社への連絡です。保険会社に問い合わせると健康保険証利用の解除申請書という書類を入手することができます。
この申請書に必要事項を記入して提出するだけで基本的な手続きは完了します。特筆すべきはこの手続きの処理スピードです。申請を受け付けた翌月末には登録解除が完了する予定となっています。行政手続きとしてはかなり迅速な対応と言えるでしょう。ただしここで一つ重要な注意点があります。マイナンバーカードを変更することと保険証利用の登録を解除することは全く別の手続きだということです。マイナンバーカードを変更すれば自動的に保険証利用の登録も解除されるのでは、そう考える方も少なくないかもしれません。しかしこれは大きな誤解です。仮にマイナンバーカードを変更しただけでは保険証利用の登録は解除されません。マイナンバーカードの変更には1000円の手数料が必要となります。保険証利用の登録を解除したい場合は必ず専用の解除申請を行う必要があるのです。登録解除のタイミングについても考えてみましょう。2024年10月末から受付が開始されますが、いつ頃の申請が最適なのでしょうか。これにはいくつかの要素を考慮する必要があります。例えば定期的な通院をされている方の場合、かかりつけの医療機関でマイナ保険証の利用状況を確認することをお勧めします。お住まいの地域の医療機関でどの程度マイナ保険証が普及しているかも重要な判断材料となります。さらにご自身の生活スタイルに合わせた検討も必要です。例えば休日や夜間の急な受診が必要になる可能性が高い方、または複数の医療機関を利用される方、このような場合は従来の保険証や資格確認書との併用期間を十分に設けることをお勧めします。もう一つ重要なポイントをお伝えしましょう。仮に登録解除をした後でも必要に応じて再登録が可能です。再登録の方法も実はとても簡単です。スマートフォンのマイナポータルアプリを使用する方法、医療機関の窓口にあるカードリーダーを利用する方法、さらにはお近くのセブン銀行 ATM でも手続きが可能です。このように柔軟な対応ができる点も安心材料の一つと言えるでしょう。ただしこれは決して安易な解除を推奨するものではありません。あくまでもご自身の状況をしっかりと見極めた上で最適な選択をしていただきたいと思います。特に医療機関での受診が頻繁な方は慎重な判断が必要です。システムの安定性や医療機関側の対応状況なども十分に確認しておくことをお勧めします。このように登録解除の手続きは決して複雑ではありません。6. 今後の医療機関での保険診療。これからの医療機関での受診について多くの方が不安を感じていらっしゃることと思います。特に気になるのは2024年12月2日以降の保険診療がどうなるのかという点ではないでしょうか。皆様に安心していただきたいことがあります。従来の保険証は2024年12月2日から新規発行が停止されますが、すでにお持ちの保険証は2025年12月1日までこれまで通りご利用いただけます。ただしここで一つ注意点があります。保険証に記載された有効期限が2025年12月1日より前の場合はその期限までの利用となります。ご自身の保険証の有効期限を今一度確認されることをお勧めします。従来の保険証をお持ちでない方はどうすればよいのでしょうか。そこで登場するのが資格確認書という新しい証明書です。この資格確認書は保険診療を受ける際の新たな証明書として位置づけられています。興味深いことに多くの方々は自動的にこの資格確認書が送られてくる対象となっています。具体的にどのような方が自動交付の対象となるのでしょうか。まずマイナンバーカードをお持ちでない方、次にマイナンバーカードを変更された方、そしてマイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除された方、さらにマイナンバーカードをお持ちでも健康保険証の利用登録をしていない方、またマイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れてしまった方も対象となります。これらの方々には申請不要で資格確認書が自動的に送付される仕組みとなっています。一方で資
申請が必要となる方々もいらっしゃいます。例えばマイナンバーカードを紛失された方、またはマイナンバーカードの更新手続き中の方、そして介護が必要な方など第三者の助けが必要な方々です。このような場合はご自身で資格確認書の申請手続きを行う必要があります。資格確認書の特徴についても詳しくお話ししましょう。まず有効期限は最長で5年間となっています。ただしこの期間は加入している健康保険組合によって異なる場合があります。更新の際は新たな手続きが必要となりますので有効期限には十分ご注意ください。また資格確認書の取り扱いについてもいくつか注意点があります。例えば汚損や破損に気をつける必要があります。特に QR コードの部分は大切に保管しましょう。この QR コードが読み取れなくなると受診時にトラブルの原因となる可能性があります。さらに再発行の手続きについても知っておく必要があります。紛失や破損した場合は加入している保険者に連絡して再発行の手続きを行います。このように新しい制度への移行期間中は様々な選択肢が用意されています。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選んでいただければと思います。特に定期的な通院が必要な方は主治医の先生とも相談しながらスムーズな受診ができるよう準備を整えていくことをお勧めします。最後に将来的な展望についても触れておきましょう。確かに現時点でのマイナ保険証の利用率は 5% 程度にとどまっています。しかしこれは決して悲観的に捉える必要はありません。むしろじっくりと時間をかけてより良い制度へと育てていく機会と考えることができるでしょう。7、よくある質問と回答。手続きに関する質問からご紹介いたします。マイナ保険証の解除申請をしたのにまだ使えてしまうのですが、これは正常なのでしょうか。この場合申請から解除完了までに約1ヶ月かかりますので、その期間は使用可能な状態が続きます。解除申請の書類を提出したことを忘れてしまいました。確認する方法はありますか。加入している保険組合に電話で問い合わせることで申請状況を確認することができます。資格確認書はいつ頃届くのでしょうか。保険組合によって発送時期は異なりますが、通常解除申請の手続きが完了してから2週間程度で届く予定です。次にセキュリティに関する不安についてお答えしましょう。マイナンバーカードを持ち歩くのが心配です。紛失した場合はどうなりますか。紛失に気づいた時点でマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡することで即座に利用停止の手続きが可能です。個人情報が漏れる心配はないのでしょうか。マイナンバーカードには IC チップによる高度な暗号化技術が施されています。また医療情報へのアクセスには必ず本人の同意が必要となります。医療機関で他人の情報が表示されてしまったという話を聞きましたが本当でしょうか。残念ながらそのようなケースが報告されています。これは医療機関側のシステム操作の問題であり、カード自体のセキュリティ上の問題ではありません。続いて将来的な変更可能性についての質問です。一度解除すると再登録はできないのでしょうか。いいえ、再登録は可能です。むしろ手続きは解除時よりも簡単で、スマートフォンや ATM でも可能です。今後完全にマイナ保険証に切り替わってしまうのでしょうか。現時点では資格確認書という選択肢が用意されています。当面はこの2つの方法が並存していく見通しです。将来的に手数料が発生する可能性はありますか。現時点では資格確認書の発行や再発行に手数料は発生しない予定です。また実際の医療現場での不安についても触れてみましょう。救急の場合でもマイナ保険証や資格確認書が必要なのでしょうか。緊急時はこれらの確認を後回しにして、まず必要な医療を提供することが原則とされています。高齢の親の受診に付き添う場合、気をつけることはありますか。特に暗証番号の管理には注意が必要です。必要に応じて資格確認書を使用する方法も検討されることをお勧めします。マイナ保険証のシステムが故障した場合はどうなりますか。多くの医療機関では従来の方法でも対応できるよう
バックアップ体制を整えています。最後に制度全般に関する疑問についてもお答えしましょう。なぜこのような大きな変更が必要なのでしょうか。医療情報のデジタル化により、より安全で効率的な医療サービスの提供を目指しています。高齢者には難しい制度ではないでしょうか。そのご懸念に配慮し、従来に近い形での資格確認書という選択肢が用意されています。